私はパソコンで映画を見ます。私は木村さんに花をあげます。私はカリナさんにチョコレートをもらいました。私はもうメールを送りました。テレビで日本語を勉強しますか？いいえ、ラジオで勉強しました。日本語でレポートを書きますか？いいえ、英語で書きます。グッドバイは日本語で何ですか？さようならです。誰に年賀状を書きますか？先生と友達に書きます。それは何ですか？手帳です。山田さんにもらいました。もう新幹線の切符を買いましたか？はい、もう買いました。もう昼ご飯を食べましたか？いいえ、まだです。これから食べます。ボールペンで手紙を書きます。ハサミで紙を切ります。手でご飯を食べます。携帯で写真を撮ります。これは日本語で何ですか？パソコンです。これは日本語で何ですか？パンチです。これは日本語で何ですか？セロテープです。これは日本語で何ですか？ホッチキスです。これは日本語で何ですか？消しゴムです。Eさんに本を貸します。太郎ちゃんに英語を教えます。母にで手紙を書きます。ショミットさんに電話をかけます。カレンさんに CD を借りました。ワンさんに中国語を習いました。木村さんにメールをもらいました。サントスさんに電話をもらいました。誰に手紙を書きましたか？父に書きました。誰に電話をかけましたか？久保田さんにかけました。誰にプレゼントをもらいましたか？母にもらいました。誰にお金を借りましたか？山田さんに借りました。ネクタイと本をもらいました。アメリカの大学で習いました。明日送ります。友達に借りました。もう宿題をしましたか？いいえ、まだです。もう京都へ行きましたがか？はい、行きました。ミラーさんはもう帰りましたか？いいえ、まだです。テレーザちゃんはもう寝ましたか？はい、もう寝ました。